はいどうも、おじさんです。おじさんペイントショップへようこそ。じゃん。はい、おじさんペイントショップへようこそ。これね。これペイントしました。これとか。じゃん。いい感じ。最近凝ってます。ファームグロスブラックに。ファームグロスブラックに凝っております。これとか。ほら。これ。あとこの棒。これね。はい。ということで持って帰ります、まずトラックに。はい、以上。はい、どうも、おじさんです。はい、ということで雨が降りそうなんですけどもやろうとしております。気合で、はい、もうジャバジャバ降ってきたらちょっと中止しますけど、多分そこまでひどくなりそうな感じはしない。はい、なんでやります。でこれね、おじさんの芸術作品、芸術品いかがでしょうか。これこれとこれとあとはこの棒、はい、あとはもう一つ板なんですけど、結局ね、これね、これがもともと古いやつなんですよ。だけど結構ボコボコしてるでしょう。買いました。100ドル。100ドルしかしなかったんで買ったんですよ。だけど買ったらなんか傷だらけで、これね、これだったんですけど、裏面とかも傷がすごくて、なんかこことかガキガキガキって、で、まあ、前にもちょっと傷があったんですよ。だからちょっと削ってと再塗装しました。でだいぶ良くなった。こんな感じね、つるっとしたでしょ。結構状態悪かったんですよ。まあ、ちょっとこれ削った後残ってるけどね。だけどまあ錆予防ってことで、削ってきれいにしましたよと。そういうこと。新品だけど。あとこっちに関してはこれはそんな悪くなかったんだけど、つけるにあたってネジ穴の位置が合わなかったんですよ。だからここ広げて、あとここはネジ穴なかったんですけどつけました。要はこういう感じだったんですけど、これがもうちょっと右に行かなきゃなんなかったんですよ。じゃないとロードロックを立てた時に棒がまっすぐじゃなくて垂直じゃなくて、なんかね、こうなる、斜めにだったんで、木の穴作りました。で穴作ったからここ鉄むき出しになったんで、再塗装ね、再塗装しましたと、ということです。こっちの穴はうまくいったけど、こっちはちょっと広がったんですけど、まあ別に特に問題はない。はい、ということで綺麗に塗装しました。1日経ったんで綺麗に乾いて、なかなかこの塗装いいですね。気に入ってます。はい、そんな感じです。でまずやんなきゃなんないのはこれね、これの取り付け、これが ここに来るんですよ。こういう感じでやります。やろうとしてます。はい、どうも。それでこれがオリジナルのネジなんですけど、
あとこれもね、実は新品。これももともとついたの盾なんですよ。だけどなんかアングルになって入れやすいよと。ただちょっとこれ干渉する可能性あるんですけど、見てます、どんな感じか。あ、これね、はいはい、いい感じ。あ、全く一緒だな。これがもともとついたやつ、ナイロックナッツでね。これはナイロックじゃないけど、やっぱせっかくだから新しい方がいいかなと思ってもらってきたんですよ、プライムで。いい感じ。あ、ただワッシャーがな、ちっちゃいんだな。こっちワッシャー1個しかついてないですよね。こういう感じで、せっかくだから新しい方いいじゃないですか。ペンキも塗って綺麗だ、綺麗にしたから。で、ちょっと見てみましょう。あ、全然大丈夫で、このこれね、また間違ったかな。間違ってないこと祈る。パーツ、あれ、え、要は普通のナットじゃなくて、このロック式のナットなんですよ。長さが違う。しかもどれだ、これか。待って、こうなって OK でね、はいはい、だけなんかね、ないっぽい。なんかまた間違ったかな。あ、あった、よかった。また取りに行くのかなと思って、ちょっと憂鬱だったんですよ。またあそこまで、ショップまで。あった、 OK。 うん、こんな感じね。まず紛らわしい、間違わないようにちょっと戻しておきましょう。要は予備も持ってきたんですよ。予備というか違うサイズ、間違ったら嫌なんで。なんか長さが足りないとかよくあるパターンだから持ってきたって話ね。 OK、 OK、 でこれ、 OK、 OK です。で締めましょう。何ミリかな、11だったような、違う13か。手締めね、トルクレンチは不要です。トルクレンチ使ってみたかったんすよ、買ったから。
それで失敗したって話で前回ね、笑っちゃうでしょ。で勉強になりました。次はトルクレンチは使わないっていう。プラなんでね、これね、あんまり締めすぎたらまた良くない。ほどほどに。あとおじさんが得得した技術はこうやるんじゃなくて、ここでねやれば力が入りづらいんですよ。当たり前だけど、テコの原理が働かない。なんかそれでトルクを調整する。あのトルクレンチ長かったじゃん、絵が。だから感覚分かんなかったんですよ。力すごい入ってたのに、多分手に感覚来なかった。それ系多分ね、いい感じ。あと念のためもう一回、もうちょびっとだけパキって割れたりしてプラができました。こういう感じね。よし、で これなんですよ。で、ここはつけて大丈夫だな。今考えてます。これは上に来るから、うん、これは外してつけても大丈夫。つけます。で、やっぱりちゃんとつけたいじゃないですか。だからこのネジも新品、このロックタイト付きの新品のネジ買ってきました。これ結構高いです。1本ね、4ドルぐらい。別にいらないんだけどね、もうこれで大丈夫なんだけど。またロックタイトも持ってるからつければいいんだけど、せっかくだからと思って買いましたって話。もうこの際なんで、そういう話ね。OK、取れました。これ古い方。せっかくなんで比較すると、なんでおじさんがわざわざ新しいのを買ったかというと、ビデオ撮ったんですけどね、削ったビデオ。要はなんかここが浸食してもベコベコになってるんですよ、こういう感じ。だからなんかやだなと思ってたんですよ。でこれだとほらつるっとしてるでしょ。でこっちだとやっぱりサビが浸透しちゃって金属がやられてる。まあ塗りも失敗したんですけどね、実は。なんか最後適当にやっちゃってで、これ。で、これ再塗りしました。そういうことです。はい。ということで、つけてみましょう。はい、どうも。で、どうだ。これな。OK。新品のネジ。ちょっと心配してるのはね、ここ結構硬いんですよ。だからネジ山舐めないように入れないとやばいなと思ってんすよ。こんな硬かったかなみたいな。あ、でどうだったかな。まあ、ちょっと締めます。まずね、いくつかネジ山共有するんですよ。だからしかここは締めてもいいはず。それでどういうことかというと、あ、そう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 、これね。で、これがベースプレートなんですよ。
でこれも塗りました。これはね、傷はさほどなかったんだけど、全部同じような感じに塗った方が見た目が統一性が保たれるかなと思って塗ったって話ね。で、こう来るんですよ、ここに。そうだから共有したって話。これ足りるかな、ネジの長さ。ちょっと自信ないな。OK、まずちょっとやってみます。止めます、1本。どうかな、足りるかな。あ、足りる。 OK、そうで、あとこの線をこの中通そうとしたんですよ、おじさん。実はその方いいかなと思って、この線だから一回取って、要はこれ内側、そうなると、ちょっと待ってね、こういう感じ。この中通しましょうか。どうしようかな。その方いっか。で、ロードロックがこう来るでしょ。だから、そうだな。この中通しは良さそう。大失敗。ここにあるよりも中の方がいいと思う。多分。肩。要はこういうこと。この方がいい。この方が線の配置が自然です。あとここにあれですね、あれをもうちょっと通せば OK。 独り言に明け暮れております。要はここが擦れる可能性あるから、こうやってここ二重にしようと思って、そういう話。ロードロック今日つくかな、つけたいんすよ、おじさんの気持ちの中では。今日つけたい、これに関しては。何をしようとしたんだっけな。そうこれね。これ一重でしょ。だからちょっと触れるところは二重とかにしとくといいかなと思って。三重でもいいかな。と考えております。ちょっとお待ちください。どっちが短い。ここにさらにかぶせる。多分大丈夫だと思うんですけど、あとでもし、あのジップタイ止めもする予定なんで、さらに擦れない、しっかり止めとけば擦れないんで、やられる可能性はかなり低いんですけど、ただ一応二重にしてた話、こうやって。三重しましょうか。三重にはなんないかな。
まあどうせあるからつけちゃおう。30にはなんないな。30にはなんないです、残念ながら。20ってことで、うん、水がたまんないように下向きにしといた方がいいかな。これね、でこれをかまして、かまします、ね、いい感じで、うんうんうん、グー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 って感じ。そういうことだろうと思って、このネジをこういうふうに大量に買い込んでおります。余るぐらい。それがおじさんのやり方やり方、余るぐらい買い込むっていうやり方で、違いはこれだけね。こっち古い方、新しい方、見た目はそんな変わってないです。これ結構錆に強いですね。全然錆びてない。まあこれがこれが取れただけ。ただブルーロックタイをつければ変わんない、正直変わんないと思います。あとね、そうそう、ここに棒がつくんですよ。それをつけようかどうか悩んでんですよ。それはね、どういうことかというと、何を悩んでるかというと、これなんですけど、どうでしたっけ？こうか。まあ、不可能じゃないですね。でもちょっとね、あ、やっぱこれだと不可能じゃないか。あ、こうか、大丈夫か。ただロードロックはこう来るでしょう。これ当たる？多分、あ、これ当たりますよ。ここだもんだって。あ、まあこれあるんで、いらないといえばいらないんですよ、実はおじさん。ない方いいかな。これ捕まることあんまないんですよ。ちょうど本題あるでしょ。だから乗り降りするとき、ここいつも捕まるんで、ない方良さそうだな、正直。だって、なしにします。作ったけど、その方が良さげだから、こうすっきりしてていい。それを悩んだんですよ、どうしようかなと思って。だからこれではこれで OK で、そこは塞ぐとして、後で、あとね、おじさん気づいたのが、これね、ここが隙間があるんですよ。無理につけると斜めになる。ほら、ちょっと他のカメラで撮ってみましょうか。ピンボケしてると思うんで。要はここなんですけど、映ってるかな。ちょっとこの線画って見えづらいと思うんですけど、見えてないか。あ、逆からやってみるか。あ、ここね、これこれこれ、ちょっと待ってよ、今ちゃんと撮ろうとしてます。ほら、要はこれが外側のプレートで、これがスペーサーで、これ外側のプレートなんですよ。で、ご覧の通り、ナチュラルな位置だとここにこんなに隙間ある。で、無理にこうやってつけようとすると、こっち側つくんだけど、ここにスペース残っちゃうんですよ、なぜか。だからなんか設計上の問題なのか、おじさんが間違ったものを頼んだのか分かんないですけど、なんかあんま無理な力かけたくないじゃないですか、ここに。もしかしたらこのスペースは長いのあるのかなと思っていろいろ調べたんですけど、種類はなさそう。
なさそうだったんですよ。ちょっと上からも見てみましょうかね。ほら、これちょっとこのスマートプラグが邪魔して見えづらいんですけど、ほらこれね、ほらこの線のせいでちょっと見えづらいんですけど、この隙間、これほらなんか斜めなんですよ。だからおじさん、ここにねあれを入れようとしてます。ちょっと待って、持ってきます。もう測って試してるんで物はあるんですよ。これをかまします。この間測った時は3枚入れるとちょうどいい感じだったんで、3枚3枚ね。で本当はこの短いネジでいいんですけど、スペーサー入れるか届かない、だからこれね、これでやろうとしてます。でこのネジも買ってきました、新品せっかくなんでそういう考え、これじゃね届かないんですよ、スペーサー入れちゃうと。だからこれでやろうとしてます。ちょっとお待ちください、見えないんで。見えない。あのね、ちょっとジップタイで止めます。この線が邪魔して見えない。OK、 あ、いい感じ、見える見える。でこれですね、これをちょっとお待ちくださいね、やってます、入れてます。多いかな、ちょっと待てよ、もう一回上から見てます。2枚で良さげに見えてきた。3枚じゃ多いな、なんとなく。ここまだ閉めてないんで、そういう問題もある。2枚ぐらいかな。ちょっと2枚でやってみます。閉めちゃうと入んなくなっちゃうんで、あれがネジが入れられなくなっちゃう。だから先にちょっと入れつつ、なもんかな。閉めています。うまくいってます。閉めすぎ注意そればっかり気になってなめたって笑い事すまないんで、背面、壁面なんで。出ておいで。オッケー、いい感じ。いいぞ。はい、どうも。それでこれね、これが来ます。でどうなるかというと、要は元々の穴だとこれがつくところがここだったんですよ。あのね、どこだっけな、
違う違う、こうだ。あ、そうそう、こうこう、こういう感じで、これだと上のやつは右側だけど、これが左に寄りすぎてんすよ。だから棒が立てた時にこう垂直にならないで斜めになっちゃう。だからこっちに寄せたかったんですよ、こういう感じでね。うん、あ、これだな、これちょうどいい多分。でここをちょっと多めにした理由は調整できるように微調整いいんじゃないですか。はいはいはい、こう来ていい感じで、これとしまってきた。でこれでちょっと調整できる。でね、幸いなことにこの線もギリギリ外せるんですよ。これ外すときにまっすぐ引っ張るんじゃなくて、こう上向きに入れられるんですよ。上からなんていうのをこうキュッて。だからこの状況でちょうど干渉しないギリギリ抜き差しも可能。しかもほらなんかロードロックのちょうど中間に入る感じ、だからよかったみたいな。これを心配したんですよ、これどうしようかなみたいなね。でもこれも大丈夫ってことに気づいたんで、なのでこれで決断したって話ね。ちょっと立ててみましょう、棒を立てます。まだ締めてないんだけどね、ネジね。ああ、いい感じ。あの棒なくていい。要はこういう感じ、乗り降りするこれなんですよ。で、ここをごちゃごちゃしているより何もない方良さげ。うん。これね、これです。これを積むんですけど、積むときは、なんかこういう感じで通して、やば。ちょっとお待ちくださいね。これを通して、一応左側にまず入れてみましょう、ね、で置くと、ああ良さげ。ちょっと待てよ、まず上閉めます。OK、うん、あ、もうちょっと左でもいいな多分。あ、でもちょうどいいかな。ちょっと見てみましょう、皆さん一緒に。ああ、いいいい、まっすぐだ棒。要はほら、ここが前はこの入れ物がずっと左に来てたんですよ。こっちにもちょっともう一本入れてみましょうか、2本あるんで試しに。どうやって入れたらいいんですかね、これね。狭くて入れ方がわからない。なんか危ないかな、こうやってやると滑って転んじゃうかな。これがあるんで、僕の場合それに注意が必要。通せない、こうやってね。だからあとこれを広げると落ちちゃうっていうかね、大丈夫です。うん。締めます、先に。ネジがやられちゃうんで。変な力加わると。だから、まず、締めます。ほどほどでいいでしょう。これもそんな太いネジじゃないんで。
要はこのスペーサーだけだと重さがこれが下にかかるじゃないですか、グッて。だからこれで支えるって意味、そういうことなんですよ。そういうことでこのプレートが必要です。このトラックのこういうのスペーサーつけた場合ね、そうするとこう来てもう、こことここで支えてくれてる、よさげ。じゃあちょっと重さかけてみましょう。ああいい感じ、まっすぐ。もう一本乗せてみよう。雨がじとじと降ってきました。しとしとぴっちゃんしとぴっちゃんしてます。でこうやってやってで乗ってなんかこの足がでかいんで、この足の幅でやると上のピッチが狭い、ほら、それが分かりました。ただまあしょうがないでしょう。だから今ちょっと重ねてみたんですけど、あと線はこんな感じでちょうど通る、ラッキー。とりあえず今は寄せないでちょっと横に置いてみます、試しに。よさげ。これでちょっと待ってくださいね。オッケー。要はこの棒を運べないと、なんか箱車の場合この棒で押さえる仕事があるらしいんですよ、中の荷物を。だからこれを運べる場所を作るのが先決だったんですけど、やっとできました。よかった。まあちょっとギリギリにはなるけど、積むことできるし、4本最低。もうもっと積もうとも積めれる。まあ2本か3本でスタートして、こんな感じ。で、登るときはこうだし、まあこれもあるから、捕まるのは OK。ここに棒がなくていい。さっきの。で、これも OK。良さげ。もう一回見てみましょう。ほら。できた。やっとできたぞ。これね。もう一回。これね。登ってみてみましょうか。よいしょ。要は、こんな感じ。上から見るとスペーサーがついてて、今回つけたのはこれね、これとこれとスペーサーね、浮いてます壁から。だからそういうか壁から浮いてるんで、重さ支えるためにここにこう下向きの力かかった時にやられちゃうじゃないですか。だからこれで引っ張る力で抑えてると。で上はこういう感じね、上はまあこれだけです。まあただ今下もついたんで、蓋開けると感じで、まあ一応ゴムついてね、こうちょっと押さえててくれて、あこう抜けると。ああなるほどね、はいはい、これで押さえててくれて、もう一本入れてこっち閉めるとロックで、鍵も入れられます、心配な方は。ここすっきりしてよかったな。よし。あとね、実はこれつけたときに、これが向こう側に間違って寄ってつけちゃったんですよ。だから、これが当たってそこに白い傷ついたの気づいてたんですよ。だから、タッチアップペイント変えました。今度塗ります。まあ、こっちは弱いから下で押さえるようにして、これは下に下向きに行く力かかんないで、こっちに行くのを抑えるだけっていう感じで。おいいいい、多分良さげ。これがちょっと幅がピッチが狭いですよね。その、まあ、足のゴムのせいだな。要はその足のゴムあるじゃないですか、それが広いから
それがちっちゃいやつだったらちょうど収まるって感じですね。まあ無理じゃないでしょう。ほらちょうどいい、もう一本そこ来て引っかかんないアンテナにも。なるほど。あとおじさん、はしごをねかけたいんですよ、あそこら辺直すときのためにね。それも考えてるんですよ、今回どうにかできないかなと思ってね。はしごこれもやばいですよね、正直。OK。 まあ、とりあえず一番の今日の目標達成しました。もう一回見てみましょう。もう一回見てます、遠くから。下のこれがちっちゃいんだな。あー、なるほど。うん、まあただ普段はこの線ないんでね。仕事中は良さげで、おじさんは幸いなことにこれがあるから、これ使うことほとんどないんですけど、正直。ただ使いたければ使えるよと。要はこのホルダーね。感じ。長さが違うんですよ。こういうのも使えます。ただおじさんここにかけるんで、基本的にまあこれは使わないと思うんですけど、一応つけてみました。まあ取るかもしれないし、まあ今はまた後でやります。はい、そんな感じです。ということで、ちょっと雨降ってきそうなんで、まずは今日のこのビデオはここまで。とりあえずは OK、 着いた。はい、また明日以降天気いい日にちょっと微調整します。ほいでは、どうも失礼します、さようなら。はい。